はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるです。今日はこちらですね。うん、仮面ライダージオのデラックス響きライドウォッチと、デラックスカブトライドウォッチと、デラックスライドウォッチダイザー&電王ライドウォッチと、デラックスライドウォッチダイザー拡張パーツ2個です。はい、ということで2018年10月13日本日発売のこちらの、みんな買ってきましたね、うん、ライドウォッチダイザーは3段になると、まあ、完璧版になりそうなんで、うん、拡張パーツ2つ買ってきました、うん、じゃあ全部開けていきたいんだけど、その前にオープンの5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けてみましょう、うん、はい、ということでまずこちらが響きライドウォッチですね、うん、はい、ここに2005って書いてありますね、うん、ピンクのフレームで外側は紫ですね、うん、じゃあ実演シートを取ってみましょう、うん、はい、でもう一回鳴らしてみよう、うん、おー、かっこいい、うん、はい、続いてカブトライドウォッチですね、うん、カブトは2006だね、うん、でここにカブトムシのマークついてますね。おー、じゃあ全身と撮ってみましょう、うん、せーの、おー、カブト、カブト、トーフして超加速。そうだね、うん、じゃあ文字盤回してみましょう。はい、カチャ、はい、はい、続いてライドウォッチダイザーについてた電王ライドウォッチですね、はい、電王は2007だね、うん、でここに電王のマークついてますね、はい、じゃあ説明シート取りましょう、せーの。今回のライドウォッチ3つの中で唯一見てるのがこの電王だね。そうだね、はい、じゃあ鳴らしてみましょう。ジオウに近いもんね、名前がね、うん、イエーイ。じゃあ文字盤回してみましょう、うん、はい、そしてこちらがライドウォッチダイザーですね、うん、ライドウォッチがいくつセットできるかな。この下が6個で、上が1個で合計7個。7個か、うん、ね、で、一番下はただ乗っかってるだけだね。そうだね、これがこうくるくる回るようになってますね。で、ライドウォッチを見れる感じだね。そうだね。でね、組み立てはすごく簡単ですね、うん、これ、あの拡張パーツの方でやっていきたいんだけれども、この2個の爪と1個の爪の方を重ねていく、うん、これだけでもできちゃう。これだけ、これでこうね、六角形を作っていきますね、うん、最後だけね、ちょっとね、力がいい、うん、よい、はい、入った、こんな感じですね、うん、でこの平らの方が下になりますね、うん、でこのボコボコしてるのが上になって、でこの上のパーツをつける感じかな、うん、はい、こんな感じですね、うん、これで拡張パーツ完成です、うん、で拡張パーツどうするかっていうと、この上にこう乗っけるだけだね、うん、上も回るんだね。そうそうそう、でこれ特にがっちりくっつかないんで、うん、そこがちょっと困ったもんだなって感じだな、うん、これがっちりつかないとね、絶対どっか行くからな。あ、でもね、ライドウォッチがこういう感じでね、収納できるのはとてもいいと思いますね、うん、はい、じゃあね、ライドウォッチの拡張パーツを2段重ねるとこんな感じになりますね、うん、結構なタワーになったね。じゃあうちが持ってる手持ちのライドウォッチ全部ちょっとセットしてみようか。やっぱ一番上はジオウなのかな、うん、ビルドは、ビルド、あ、上には仮面って書いてあるんだ。はい、こんな感じになりましたね、うん、一応空いてるところはまだ発売されてないライドウォッチって感じかな、うん、一応年代ごとに並べてみました、はい、ここからビルドでしょ、うん、エグゼイド、ゴースト、ドライブ、うん、で、ここガイム、うん、ウィザードは、まあ、まだ見てないね、うん、これはフォーゼでしょ、うん、で2011で、次がオーズね、2010になって、うん、その次はダブル、うん、2009で、ここがディケイドとキバかなと思ってて、あ、でディケイドはもしかしたらライドウォッチじゃないのかもしれない、わかんないけどね。
でその次が、電王だね、2007になりますね、うん、で2006が兜だね、うん、で一番下が2005響きだね、うん、で2004がブレイド、ファイズ、龍騎、うん、であとはアギとクーガン、そうだね、そうなると思いますね、うん、これで全部揃うわけだ、うん、あ結構いいね、こうやって揃ってると壮観だな、うん、で今現状ではこういうね、うん、ライドガジェットとかこの辺を刺してもいいかもしれないですね、うん、ゲイツの刺す間がないです。あ、あったゲイツは、ゲイツそこ刺しちゃうの、うん、かわいそうえ、これで入るかな、あ、入っちゃった、入ったかわいそう、ゲイツかわいそうなことになっちゃった、ゲイツが、でもこれは無理そうだけど、バイク入るかな、バイク受けるかな、入りました、入ったー、はい、じゃあ軸ドライバーで聞いてみましょう、うん、まずは響きかな、うん、はいよ、せーの、必殺技お願いします、門撃、門撃っていうの、はい、じゃあ続いてカブトいきましょう、チェンジビートルと言ったみたいね、うん、はい、キャストオフじゃないんだね、はい、じゃあ必殺技お願いします、はい、はい、じゃあ続いては電王いきましょう、はい、おお、ソードフォームだったね、うん、必殺技お願いします、俺のタイムブレイクが俺のタイムブレイクって言わなかったね、うん、ちょっと残念、俺のって言ってほしかった、うん、はい、じゃあ変身対決やっていきましょう。変身君が使うのはカブトライドウォッチとジオライドウォッチ、はい、じゃあ頑張ってください、変身、はい、カブトの変身ポーズ知らないのによく頑張りました適当にやったね、うん、これはカブトムシの角ですか、うん、ああなるほどね、はい、じゃあ今度パパ行きましょう、はい、じゃあ次はパパお願いします、パパが使うのは電王だ、行くぜ行くぜ行くぜ、変身、
めん、何も思いつかなかった。パパ、ネタ切れだ。俺の必殺技って言おうとしたのに、出てこなかったです。はい、ということで今回は、デラックス響きライドウォッチと、デラックスカブトライドウォッチと、デラックスライドウォッチダイザー&電王ライドウォッチと、デラックスライドウォッチダイザー拡張パーツ2個でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつもと混ぜてますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。